1月26日水曜日、時間は午後3時を回りました。 DAG プレゼンツ西洋レディオスタートです。ナビゲーターのさよです。皆さんツイキャスの方にも今日もお集まりいただきありがとうございます。実はですね、今日はこの時間こちらのスタジオに入ってくる前に、FM 那覇のパーソナリティも務めているコリンちゃんとちょっとねランチしてきました。実はコリンちゃんはこちら FM 那覇で毎週火曜日モーニング那覇、8時からスタートの1時間番組ですね、モーニング那覇、そして同じ火曜日の、14時からの1時間番組 FC 琉球ラバーズ、この2つの番組のパーソナリティも務めていて、そして同じライバー事務所 DAG に所属している人気ライバーさんでもあるんですけど、まあ、定期的どれぐらいかな、数ヶ月に3ヶ月ぐらいですかねに一度一緒にねご飯を食べに行ってるんですけど、まあ、久しぶりに会ってきました。で今日ねホテルランチ食べてきたんですけど私あんまり行かないからさ、ホテルのエントランスに入った時にあれここのレストランってどこだったっけって、もう場所が全然分かんなくって、でホテルの人に聞こうと思ってたの。でもねエントランス入って一番最初に目に入ったのがコリンちゃんの姿で、あコリンちゃんおったと思って、ヤッホーとか言って、お疲れごめんお待たせしましたって言ったら、全然コリンじゃなかったただのねホテルのね、ただのねっていうかホテルのスタッフさんに一生懸命手振ってましたまああるあるなんですけど、でも笑っちゃってお互いに、でなんかこのスタッフさんもスタッフさんですごいにこやかに私が手振って近づいてくるから、私の友達が来たかと思いましたとか言ってお互い手振ってんのこうやってヤッホーとか言ってだから優しいからさ、そこでなんかちょっと打ち解けちゃって、私がまあ抜けてるっていうのがすぐ分かったんでしょうね。レストランの場所も教えてくれて、エレベーターの場所もこの人分かんないんだろうなって思われて、もちろん分からないんですけどエレベーターの前まで連れて行ってくれてで上がって右手に曲がられたら担当者がおりますのでとかって言われて、で帰る時もこの人また帰れないだろうなって思われたみたいで、駐車場の入り口までね案内してくれたそんな楽しいランチの幕開けでした。そしてコリンちゃんともね楽しくお話、そして美味しいお食事いただいてきました。この番組はラジオパーソナリティ兼ライブ配信者として活動する私さよが、ラジオとライブ配信それぞれの魅力をお伝えしつつ、幅広い話題でリスナーさんからのメールをご紹介し、リスナーさんの暮らしを変える新たな価値観、そして新しい世界をお伝えしていくことを目指す番組となっています。それでは早速今日のメールテーマを発表します。今日はねアプリケーションの日らしいんだよね、アプリの日っていう日らしいです。それにちなみまして今日のお題はおすすめしたい愛用アプリ、あなたが普段毎日のように、もしくは何かをするときに便利に使っている愛用のアプリをぜひ教えてください。アドレスは 780@fmnaha.jp、 もしくは FM 那覇ホームページにアクセスをして右下にですねメッセージを送るっていうボタンが出てきます。そちらをポチッと押していただいてもメールが簡単に送れます。そしてこの番組ツイキャスの方でリアルタイム動画配信もしています。私が今日どんなへんてこな服を着てるのかなとかどんな髪型かなとか、どんな表情で喋ってるのかなというのがほぼほぼリアルタイムで同時に配信されていますので、ぜひそちらにもアクセスしてください。アクセスの仕方は簡単です。こちらもですね FM 那覇のホームページにアクセスしていただくと、上の方にすぐに埋め込みが出てきますので、そちらをタップしていただけると入れます。ツイキャスチェックします。おーありがとうございます。ラジオネーム工藤ちゃん、仕事をサボって聞いてます。偉いか偉くないんだかよくわかりませんそして葉月えりかちゃん、ありがとうございます。そして萩原かな、ありがとう。なんかねうちに所属しているライバーさんもこの番組すごいね聞いてくださって嬉しいなと思って、この時間は配信をしているライバーさんも多いんですけど、わざわざというか休憩タイムを取ってくださってる方も多くて嬉しいですね。みんなありがとうございます。そうこうやってリアルタイムで皆さんのコメントもチャット形式で表示されますので、ぜひツイッターの方でも仲良く絡んでください。 DAG プレゼンツ西洋レディオ、この番組はライバー事務所 DAG の提供でお送りします。
Your Radio Station。FM Naha。プレゼンツ西洋レディをお届けしています。時刻は3時7分にちょうどなったところです。ツイキャスの方たくさんコメントありがとうございます。このラジオ番組のツイキャスというのはメール代わりのように使われることも多いので番組にももちろんよるんですけれども、1時間あたり例えば20件とか多くて50件とかがね主流みたいなんですが、聞いて驚け番組スタート現在7分、コメント数127件。今日も目指せ1000件超え、イエーイ。たくさんのコメントありがとうございます。改めましてこの番組はですね、私さよが MC を担当しています。沖縄在住アラフォーのラジオ DJ です。出身は鹿児島です。そしてこのようにラジオパーソナリティとして活動しながら、ライブ配信ポコチャでライバー事務所 DAG の所属ライバーとして配信者ライバーとしても活動しています。で、このライバー事務所 DAG は他にもラジオ番組を持っているんですが、今日はですねこの後それについても少し詳しめにお伝えできればいいなと思っています。この番組は、ライブ配信の魅力、所属しているライバーや楽曲紹介だけではなくて、特に皆様リスナーの皆様からのメールをたくさんご紹介していくことを中心にしている番組です。今日のメールテーマはおすすめアプリ、おすすめしたい私の愛用アプリ、こちらのメールテーマでやっていきます。今からね送っていただいても間に合いますよ。で、そうだそうだ、どこに置いたかな私さっき、あったちゃんとあるよ。なんと今月から、このメールを送ってくださったリスナーの皆さんの中から私の、心に刺さったお刺さりメールを送ってくださったリスナーさんに番組特製オリジナルステッカー、こちら見えなをプレゼントします。見えるかな、こちらですね。今ツイキャスご覧の方は見えると思います。また私のツイッターの方にも画像を上げてますので、そちらもチェックしてください。めちゃめちゃ可愛くないですか、このステッカーのデザイン。太陽と海がデザインされてるんですけど、この番組ステッカーを持ってる方ってかなり現時点で限られてるんですよね。そう、かっこいいステッカー、ひでくんそうでしょ。ターチン、見えた見えたね、見えてますね。トムちゃんもそう。こちらを、私のサインをね表面にちょっとお入れしてプレゼントしますので、今後、今日もですがメールを送ってくださる際には必ず住所とお名前、電話番号もお書き添えの上メールを送ってください。その日によって1人か2人かというのは変えよっかなってみんなのメールの出来次第だぞ今日はちょっと面白いのがあって1人に絞れなかったなっていう時にはお二人の方にお送りしようと思っています。すでにね前回前々回の分は発送してますので、到着まで今しばらくお待ちください。可愛いんですよねこれ、本当に私も嬉しくって自分のパソコンにベターって貼っちゃってるので。そして先ほどお伝えしてますようにこちらツイキャスでもお楽しみいただけます。FM 那覇ホームページの方からツイキャスチェックしてみてください。ターチン謎のプレッシャー、ターチンメール送ってきて待ってます。ターチンのおすすめアプリって IU アプリってなんだろう。そしてそうそう、ひでくんメールの出来次第で当選者の数が変わりますので、今日は1人かな、2人目はあなたになるかもしれませんよ今からでも間に合うのでぜひこぞって送ってください。お待ちしてます。ではでは早速ですけれども、今日のメールテーマ、おすすめしたい私の愛用アプリ、ご紹介していきましょう。寄せられたメールたくさんで届いてます、ありがとうございますこれ今日ちょっと紹介する順番迷うな。珍しくこちらの方から最初にお読みしようかな。
ラジオネームデュランダルさんからです。ありがとうございます。さよさんお疲れ様です。お疲れ様。そろそろオイラ専用のメールボックスができているであろう西洋レディオいや本当そうですよね。毎週送ってくださって、春はまだまだ遠い北海道から本日もどっぷりと拝聴しています。さて本日のメールテーマですが、そうは言ってもオイラのことをよく知るそこのあなた、期待しているアプリはもちろん競馬のアプリだよね。ねね。じゃあ行きます。オイラが愛してやまない競馬アプリ、それは JRA の JRA VAN です。 VAN ね、 JRA VAN です。 JRA の子会社が運営していますので、競走馬、騎手、調教師、各レース場などなど、その情報量の豊富さは言わずもがな。このアプリ内で予想し、ネット連動で投票できますので、収支もバッチリ残ります。競馬好きにはまさに神アプリですね。おまけとして娘に勝手にインストールされたアプリ、プロセカ、かっこプロジェクト世界、いわゆる現代版の太鼓の達人みたいな代物いや太鼓の達人も現代じゃね、私的に最新だけど。奥からものすごいスピードで迫りくる鍵盤みたいなものをタップするやつね。はいはいはい。娘はこの世のものとは思えないタップの速さで軽々と高得点を連発。オイラ一回だけ遊んだけど酔って終わりゲーム用意した、全くついていけないといただきました。デュランダルさんありがとうございます。これさ、私見たことある。奥から鍵盤みたいなものがやってきてっていうので分かった。なんかさ、奥なんだよね。 上からっていうか、これで落ちてくるやつですよね。で、あのここの鍵盤を押すんだよっていうのが指示されてて、その通りに指を置いていくと、あの自動的に曲を奏でることができるっていうアプリですねよね、確か。でね、私なんでこれ知ってるかっていうと、最近テレビでこのアプリを使って有名なクラシックの楽曲、月光だったかな、いや違う、月光じゃない、あちょっとど忘れしちゃった、有名なピアノの曲を習得した漁師のおじさまがいらっしゃって、誰かこのテレビ見なかった、あの世界的に有名な藤子ヘミングウェイさんの前で披露したの。あ、ボルちゃん見ました？そうそう、で見てました。あれ楽曲なんだったかな。で、あのこの漁師のおじさまはやったことなくて、ピアノでもこの曲を絶対自分であのやりたいって思って、その曲だけ練習したんだよね。で、あそうそうだ、カンパネルラだったかな、あカンパネルラってあれか、銀河鉄道か、カンパネラだったかな、そうそう、だからこの曲以外弾けないの。そしてもう自分のスピードでしか弾けないし、途中からも弾けないの。もう一番最初の1音目から一番最後まで通しでしか弾けないって言ってた。そうだから、あすごいなと思って。これさ、ラ・カンパネルラで合ってるね、ラ・カンパネルラを演奏されてるの私も見ました。でなかなか長尺の長い曲なんですけど、全然つっかえずにすごく滑らかな指のタッチで演奏されてて、藤子さんももう真横でね見てらっしゃるんですけど、もうとても漁師の指とは思えない、あなたの指はピアニストの指よっておっしゃってましたね。だからデュランダルさんが娘ちゃんのねその動きを見て、この世のものとは思えないとか言って、であの世代の違いかなって言ってて、私もさそうだと思ってたんですけど、あれ見て、あなんか世代を問わずこういう使い方をして新たな世界にね行ける方もいろんな世代でいらっしゃるんだなと思って、すごくないですかあれ。このね漁師のおじさまも多分私よりも上の年齢の方だったと思うよ。50代とか60代とかじゃなかったですかね。いやーなんかちょっと感動しちゃった、あの鳥肌が立ちましたね。ゲームってさそういう側面ありますよね。こちらご紹介しましょう。ラジオネームあくむちゃん、いつもありがとうございます。私のおすすめアプリ、それはピクミンブルームというアプリですもう可愛いんですけど、たくさん歩いてピクミンを育てお使いに行かせたりします。歩いた歩数がすぐに分かるし、ピクミンは可愛いし、ゆるゆるなアプリなので楽しく歩くことができます。あと私は Amazon プライム会員なので、プライムビデオが最近のおすすめ。
大学の授業も終わり、自宅で過ごす時間が長くなった分、プライムビデオで映画を見ることが増えました。映画館に行かずともお家で過去の作品が見られるのってちょっと贅沢。ちなみに最近見た映画はデスティニー鎌倉物語です。ありがとうございます。あ、ピクミンブルーも初めて聞いた。なんかさ、この歩いた歩数をいろんなものに換算できるように今なってるらしいですよね。それ皆さん知ってます？歩いた歩数がポイントになって、つまりあのお金と同じ価値を持って提携しているお店とかで使えるの。なんていうアプリだったかな。これも私もちょっとテレビでニュースで見たんですけど、提携しているお店はやっぱりまだ今は関東とかのあの首都圏に限られると思うんですが、なんかいろんなサービスに使えるんだよね。もう今やそういう時代なのかと思って。だから歩けば健康にもいいし、ま、いわゆるお金が稼げるっていうのがあるっていう風に聞きました。皆さん知ってるかな。関東、ま、提携店舗はまだ少ないとは思うんですけど、それ面白いなと思ったんですよね。それによってほら、あの自動的に皆さんの健康促進、健康増進につながるわけじゃないですか。あとはね、このアマプラね、なんか今いろいろあるじゃん。そのアマゾンプライム会員なのでプライムビデオが最近のおすすめです。私多分ねアマプラなの。お金払ってんのよね。まあ、見てるか見てないかって言ったら全然今のところ見てないんですけど、たまにリスナーの方からおすすめしてもらったあのアニメとかをチラって見ることぐらいかな。だから一体全体私が何のサービスに入っているかもよく把握しないまま、あの契約料を払ってるっていう感じ。でも便利ですよね本当に。あ、そうそう、ラジオネーム大地さん、ネフリ、ネットフリックス、ネットフリだとかさ、いろいろあるじゃないですか。これでも結局さ、ポコチャ入れちゃってるとポコチャ見ちゃうやつね。まあでもね、またあのまん延防止対策なども出てるので、より一層またさらにあの引きこもりの時間が長くなったよという方もいると思うので、重宝される方多いんじゃないでしょうか。こちらご紹介しましょう。これね、ちょっといいなって思ったメールが、これ私入れちゃうかもしれない。ラジオネームおっかんからいただいてます。ありがとうございます。こんにちは。私は恐る恐るアプリをインストールするタイプなのですが、耳にしてすぐにインストールして愛用しているアプリが一つあります。それはフライトレーダー24です。フライトレーダー24、これ英語ですね。あの綴りは英語でなされてます。フライトレーダー24。さよさんもとある時によく、セリフを言っていますよね。さよ航空…言ってるんです、配信で。私は天気がいい日の畑仕事の合間に空を見上げて飛行機を探したり、夜助手席の窓から飛行機の、ポジションライトを目で追うのが好きで、どこに行くのかな、どんな方たちがどんな境遇で乗ってるのかなって想像するのが大好きです。で、このフライトレーダー24は世界中の空を飛ぶ飛行機のフライト状況が簡単な図案で見ることができるアプリなんです。飛行機の絵柄をタップすると、飛んでいる飛行機の画像と発着の流れなどが出てきます。世界中なのでそりゃあすごい飛行機の数です。このアプリを見ながら、私は地に足がついている中、高い空を飛んでいる方たちが世界の空にいるんだよなぁなんて思いながら過ごしている時間も一つの趣味です。簡単に旅行もできなくなってきたこのご時世、皆さんもコーヒーを飲みながらグッドラックと画面に向かって言う時間を過ごしてみませんかといただきました。ありがとうございます。なんと素敵なアプリじゃない、私初めて知った。ツイキャスの方でもデランダルさん、完成感気分ね、そういうことですよね。多分図案でさ、完成感の方が見てる、ほらあの上から俯瞰でさ見ててさ、飛行機の絵文字みたいな絵文字の飛行機みたいなのがてん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 、その後ろからてん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 、あのグラウディウスみたいなやつ
テレテテテテテテレレみたいな感じで連なってるわけでしょ。でそれがもう全部だから、全世界だから、ものすごい数の飛行機のこのグラディウスみたいなのが出てくるってことですよね。楽しそう。しかもさ、その管制官が見てるよ、見ているであろう上からの俯瞰図だけじゃなくって、それをタップすると、その飛行機ちゃんをタップするとほら、フライト状況だけではなく飛行機の画像と発着の流れが出てくるんだって。これ夢ある素敵。いや私もそんなに長い間ではなかったですけど、航空業界にちょっと身を置いた人間で、まあ、航空業界で働いてる人ってやっぱ好きなんですよね、飛行機とか空港の雰囲気とかが。で私ももちろん好きなんですよ。いろいろとね、健康面で問題があってそんなに長く働けなかったんですけど、ものすごく仕事としては楽しかったですし、私は空港ではなくて支社の、まあ、内勤事務みたいな、予約を取ったりとか中国人のお客様に電話をかけるみたいなお仕事だったので、空港にいつも行くわけじゃなかったんですけど、たまに行かないといけないことあって行ってたんですよね、空港にも。いいですよね、この旅に今から行く人、旅から帰ってきた人が集っている場所って、一種独特の他では味わえない、なんか特別な旅のムードに包まれてないですか。私あれが本当に好きで、人を空港に送るのも好きだし、空港に迎えに行くのも好きなんですよね。あ、待って、ツイキャス青色ソニカさん、あれ青いソニカさん、こんにちは、ありがとうございます。沖縄のリスナーさんも聞いてくださって嬉しいですね。デュランダルさん、ツイキャス、オイラも空港で飛行機の離発着なら三日三晩見てられる。いや、お家帰ってください三日三晩居すぎだから働いて。工藤ちゃん、羽田空港なら毎日通過してる。でもさ、この通過しているじゃなくて飛行機を見る、そして乗っている人に思いを馳せる時間ってなかなかよきよきじゃないですか。想像するとちょっとさ、離れられますよね、日常から。自分が乗ってるわけじゃなくてもね。もう一人こちらご紹介しましょう。ラジオネームケイチさんです。せいさん、こんにちは。こんにちは。こちら五島は風も弱く穏やかないいお天気です。さて本日のメールテーマですが、自分は、エピックというアプリを愛用しています。 EPIK エピック。休みの天気のいい日に島の風景写真を撮りに行くんですが、最近はもっぱらスマホで撮ることが増えました。このエピックは簡単に言えば写真加工アプリなんですが、人にメイクをしたり、風景の色彩を鮮やかにしたり、背景を切り取って人物だけ残したり、いらないものを消したり、 SNS に上げるくらいなら十分な加工ができます。よかったら使ってみてくださいね。初めて聞いた、このエピックっていうの。皆さん聞いたことありますか。で実際にね、写真を添付してくださる。あ、本当だ。おお、なるほど。ね、写っていた自動車、桜並木を写してるんですけど、その桜並木と一緒に写っている自動車を綺麗に消してある。あとは人物が後ろの、人が写っていて後ろの背景が綺麗に消えてる。あ、こんなのも簡単にできちゃうんですね。私ね、こういう写真を撮る仕事はしていたので、その写真の加工というか、まあ、編集ですね、加工というよりは編集かな。その彩度を調整したり、彩度って明るさね、彩りかを調整したり、そのシャドウとかさ、そういうのを調節っていうのはやってきたんですけど、何かを消すとかそういうのやったことないからさ、これもアプリだとわざわざさ、パソコンを起動しなくてもできるじゃないですか。だからいいですね、手軽にできて。自分でパッて撮った写真をどこか SNS に上げようとした時にさ、あ、ちょっと余計な方というか、ほら一般の方がさ写ってたらさ、上げられなかったりするじゃないですか。だからそういうのがちゃんとできるといいですよね。個人のプライバシーに配慮しつつ、手頃にピピピピってして、すぐにアップできたらね、手間もね省けますしね。圭一さんがおすすめしてくださった編集アプリはエピック、 EPIK エピックでした。今日のメールテーマは、おすすめしたい私の愛用アプリ。まだまだメール募集しています。
すいません、ちょっとですね今音声が途切れています。少々お待ちください。ん、音声が今入ってないかな。 BGM が今入ってないですかね。私の声は聞こえてる、聞こえてますね、大丈夫そうですね、私の BGM だけが聞こえてない、声は聞こえてますね、ありがとうございます。少々お待ちください。あら、今ちょっと BGM が入らない状態なんですが、スタッフの方いらっしゃるかな。それではですね、今 BGM が入らない状態ではありますが、今日の、コーナーをやっていこうと思いますそうそう、生声、こういうこともありますね。今ちょっと BGM が入らない状態で少々お待ちください。で、今日のコーナーなんですが、普段は、ライバーソムリエというライバーさんをご紹介する、コーナーをしていますけれども、今日はですね特別に今日は特別にライバーではなくて番組をご紹介させてもらおうと思っています。先ほどもちょっとご紹介したように、私たちが所属しているライバー事務所 DHE ではですね、3つのラジオ番組を持っています。3つのラジオ番組を持っています。それが、1つ目は渋谷クロス FM の、DHE ザリンクス、 DHE ザリンクスという番組をやっています。で、その番組なんですが、実は、この週末に特番を行うことになっています。あ、すいません、ちょっと BGM がかからなくなっちゃってごめんなさい。そうなんです、その、特番のご紹介をちょっとさせていただこうと思います。で、その特番なんですが、今週末日曜日11時からスタートの2時間番組となっています。そこに私も、MC として参加しますので、ぜひチェックしてください。で、この番組もですね、こちらの、西洋レイディオと同じように、西洋レイディオと同じようにこの動画でも楽しんでいただくことができます。あ、すいません、これちょっと再起動しないと直らないです。あ、じゃあこのままでいきます。はい、ありがとうございます。今日はですね BGM のないままこのままお届けしますはい、で、この特番なんですが、もう一度日にちがですね1月30日11時スタートの2時間番組となっています。で、どういった番組か、ほとんどの方はね聞いてくださったことがあるかもしれないんですけれども、初めて聞くよという方、私、そして、葉月恵梨香さん、永井香織さん、そして萩原香奈さん4人のライバーが MC を務めていまして、普段ですとその4人のうち2人が MC として登場、そして他のライバーがですねゲストとして出て、だいたい3人でお送りしてるんですが、今回は特別番組ということで4人でお送りすることになります。4人の MC プラスゲストの方が来られます。なので、普段お送りしている内容としては、ライバーがその裏側までお伝えする、普段の、配信で見せている表の顔だけではなくって、どういったことを考えながらやってるとか、どういったことに注意してるとか、もしくはあとはオフの顔とかね、普段はライバー同士こんな話をしていますみたいな、ライバー同士のやり取りが見られるっていうのはかなり珍しい番組じゃないかなと思います。なので今も私こうやってね一人でお送りしてるんですけど、 DHE ザリンクスというこの渋谷の番組に関しては、ライバー同士がわちゃわちゃと楽しそうにやっている様子も見ることができます。さらに観覧も可能なので、渋谷の、ニトリがねあるんですけど、そこの大きな大きなガラス張りの建物の中でやっていて、リスナーの方が自由に見に来ることができるので、渋谷クロス FM のホームページから動画をチェックすると、私たちと一緒にガラス越しにリスナーの方々も映っていたりします。で、こうやってね手を振ったりとかして交流しながら、ラジオ、そしてリアルタイムの動画配信もしています。なので今ねこの番組を沖縄県外、もしかすると首都圏で聞いている方もいらっしゃると思うので、それは初めて聞いたという方、ぜひよかったら遊びにいらしてください。また沖縄でこれをね今番組聞いてくださっている皆様も、もちろん、ホームページの方からリアルタイムで動画も見ることができますので、今週末、日曜日の、11時スタート、普段は12時からなんですが、今回特番なのでスタート時間が違います。11時から、2時間です。で、私が今回出演するのは12時から、
番組は11時、私の出演は12時スタートになりますので、ぜひチェックしてください。なので、この DAG ザリンクスに向いているリスナーさんは、ライブ配信に興味がある、ライバーさんの、素の表情に興味がある音楽が好き、生歌生演奏が聞きたい、渋谷のわちゃわちゃを体感したい、などなど、そんな方にはこの番組が向いているかと思います。そしてですね今からアラーム設定しますって、ツイキャスの方、木村様様ありがとうございます。そうよ、忘れないようにしないと。いつもさ12時スタートだから間違っちゃダメだからね、11時スタートです。今回ね、素敵なゲストの方も2名お越しになりますので、歌手の、りのちゃん、そしてサックスプレイヤーの深澤智美さん、お二人いらっしゃいます。豪華そして、もう一つの、番組ご紹介しますね。こちらがですね、千葉の FM 局ベイ FM で、放送されています、五名拓也のモザイクナイトマンデーの中でボックス番組として、設けていますライバーズナイト、こちらが DAG の、提供している番組になります。ライバーズナイト、そのナイトというね、タイトルからも分かるように夜の深夜の番組になります。AM2 時から2時25分ですね、2時から2時25分です。その時間ちょっと起きてるの厳しいなという方はご安心ください。この番組はラジコで放送しています。ラジコという、それこそね、おすすめアプリの一つですね。ラジコに関しては、追っかけ聞きができます。だからリアルタイムで、聞くことができない方も、翌日の朝とか、約1週間ですよね、1週間はこのアーカイブが残ってますので、好きな時間に聞くことができます。おっと、ツイキャスで嬉しい発表がありましたね。ちょっと遡りますが、DAG ザリンクスの特番、今週次の日曜日11時スタートの2時間番組に、観覧でお越しになった方に、なんと限定数ですがカレンダーをお配りするということです。イエーイ、ありがとうございます社長嬉しい。でもね、これね、みんなね、本当油断してたらダメなのよ。事前にこうやって告知がなくても、いきなりね、ステッカーとか配っちゃう日があるから言ってなくても、あ、今ちょっと配ってこようかな、ちょっとさ、瀬尾さんこれサインしてとか言って、その場でサインして、その場で社長が配りに行ったりしているのでみんな気抜いたらダメよ。今回は何もプライズないよねとか思ってお家で待ってたらさ、観覧に行ったよっていうリスナーさんが、やったー、ちょっとステッカーゲットしちゃったとか言ってツイッターとかしてるんだからなので、お近くの方はしっかりとね、感染予防はした上でお越しください。話が前後しましたが、ベイ FM の DAG ライバーズナイトのお話に戻ります。このライバーズナイト、おすすめしたい、リスナーさんはこんなあなたです。機関局、いわゆるキー局ですね、大きなラジオ局の番組の雰囲気が知りたい、芸人さんが好き、お笑いが好き、ライバーとお笑いの方の掛け合いが見たいなどなど、こういった方にはぜひおすすめしたいです。というのも、この番組のメイン MC はですね、DAG のライバー永井香織さんと葉月恵梨香さんだけではなく、なんと、吉本に所属している芸人さん、グランジという芸人さんのメンバーの一人、五名拓也さんも MC として、出演してくださっています。この五名さんがね、なかなか多彩な面白い方で、まあ、芸人さんでもありますし、ラジオパーソナリティさんでもあるんですけど、ラジオの CM を制作して、なんと賞を取ってるんですよだからね、そういった方面の才能もある方で、漫画も書いてらっしゃるっていう、だから絵の才能もある、喋りもうまい、ラジオに関するこの才能もある、すごい多彩な方で、高身長すごい身長高いんだよね確か。いつもなんかエリカちゃんと香織さんが大きい大きいって言ってるからさ。で、このそういった、まあ、業界の方ですよね、いわゆるその業界の、第一人者の方とライバーとの、絡みが見れるっていう、絡みが聞けるっていう意味でもすごく貴重な番組だと思います。そうそう、ツイキャスの方で葉月エリカさん、5名さんの身長190センチね、
これ本当にそうなんだよね。 SNS にそういう風に交渉してあったけどマジでって思ったんですけど、本当にあのお二人と並んでる写真見るとびっくりしちゃう。あの香里さんもエリカちゃんも身長高いのよね、160オーバーなんですけど、なんかもう巨人と小人みたいな感じでいつも写真写ってるからさ。でね、やっぱりね、私もあのラジオ業界に携わっている端くれとしては、もちろんラジコで追っかけ聞きで生で聞くこともあるんですけど、このライバーズナイトを拝聴させていただいていて、学ぶところが多いというか、このね5名拓也さんはすごいねマイペースでゆっくりゆっくり のんびり話をされる方なんですけど、それがものすごくまた耳心地がいいですし、ご自分のことをすごいね全部ね明るみに出して話してくれる方だなっていつも思いながら聞いてます。話しながらあそういえばさって俺この話したっけみたいな感じで、リスナーさんとの距離も近いし、スタッフの方との距離も近いし、この番組自体がこの5名さんカラーに染まっている、そこにDAG の可愛くて華やかな香里さんとエリカちゃんが加入してきているので、すごいいい相乗効果が生まれているなと思ってます。だからこうやってさ本当にライバーとしてライブ配信をしたことがきっかけで BFM っていうすごく人気のね大きな関東のラジオ局でレギュラーを持っているっていうのはすごい夢の叶え方だなって思いながら聞いてますね。こちらは、BFM で毎週月曜の深夜ですねお送りしてます、DAG ライバーズナイトご紹介でした。そう知ってもう一つ、今日を今お送りしている皆さんが聞いてくださっているこの番組が私がお届けしています DAG プレゼンツ西洋レディオ。これはねこの先ほど最初にご紹介した2つの番組とは違って、遠く離れた海を隔てたここ沖縄県那覇市からお送りしている番組です。この番組の特徴としては皆さんご存知なようにリスナーさんからのメールで成り立っている。普段はリスナーさんとして、ポコチャという配信アプリでコメント欄にそんなに長くはないであろうコメントをね打ち込んでくださっている皆さんが長文を送っていただいて私が紹介できるというそういう番組になっています。またFM 那覇の元々のねリスナーの方もたくさん聞いてくださっていると思います。ありがとうございます。ぜひ自分は基本的にはラジオを聞いていてちょっと配信っていうのはわからないんだよなという方も、配信を見るに至らなくてもまずはこの番組を一緒に楽しんでいただけたらいいなと思ってます。実はね嬉しいことがあって、先日なんとFM 那覇を聞いていてたまたまさよさんの番組を耳にしたので配信に来てみましたっていう方がいらっしゃったんですよ。これはラジオパーソナリティ兼ライバーとして活動している私からするとめちゃめちゃ嬉しい瞬間でしたね。このポコチャからラジオに来てくださっている方はたくさんいます。でラジオからポコチャライブ配信の世界に来てくださる方も今後ねより一層増えていったら嬉しいなと思っています。以上今日は特別編をお送りしました。ライバーソムリエではなくラジオ番組ソムリエお送りしました。今ですねちょっと BGM が流せないのでこのまま番組後半、突入しようと思います。今日のメールテーマは、おすすめしたい私の愛用アプリですね。おすすめしたい私の愛用アプリ、こちらのメールテーマでお届けしています。今ねお送りいただいてもまだ読める場合がありますのでぜひ送ってきてください。それではどのメールにしようかな、こちらご紹介しましょう。ラジオネーム、こちらはダニーちゃんですね。ダニーちゃんですね。ダニーちゃんいつもありがとうございます。せいちゃんこんにちは。ダニーちゃんお仕事中かな、メールありがとう。あなたのおすすめアプリということですが、最近のアプリは結構どれも楽しいし便利すぎておすすめすぎてとても選ぶのに困りますね。とはいえここ数年お世話になっているのはクックパッドです。メニューから決めるもよし、材料から決めるもよし、手持ちの材料で献立の種類が無限に広がるのがおすすめの決め手。最近はご飯当番の頼れる相談相手として切っても切れないアプリになっていますといただきました。ダニーちゃんありがとうございます。そうなのよ、もうダニーちゃんはさすごいできる子でいやどうなんだろう、みんなそうなんですかね。私の番組、私の配信を見てくださっている男性リスナーさんはご自身が料理好きな方がすごく多いので、それこそ
おすすめレシピをね教えてくださる方もいるぐらい。そしてあのクックパッドはもちろん私も昔から愛用しています。もうどれぐらいになるのかな、クックパッドでできてからね。あの皆さんもやっぱり参考にしてるっていう方いません？ダニーちゃん書いてあるように、例えばさ、あの大量に白菜があるとかキャベツが減らないんですとかさ、そういう時にキャベツとかで検索かけて、でキャベツとあと豚肉があるとかっていう時はキャベツスペース豚肉ピッて押したらさ、それを使ってできる美味しいレシピがバーって出てくるのよね。そういうのもいいし、じゃあグラタンを作りましょう、で初めてかきグラタンにチャレンジしますっていう時はかきグラタンって検索したら、いろいろなさかきグラタンのレシピが出てくるから本当にあれは便利。そしてねダニーちゃん本当に、素晴らしいナイスパスいただきましたけれども私が所属しているライバー事務所 DHE はなんとクックパッドでもあのお仕事をさせていただいています、所属ライバー永井香織さんがレギュラーで、あとは所属ライバーがゲストで出演するという形で、基本的に3人のライバーがですね、クックパッドのスタジオの大きなキッチンでお料理をするというライブ配信をしています。こちらもものすごく楽しくて評判がいいいやリスナーさんがいやクックパッド楽しいよねってねいつも言ってくださるの嬉しいんですけど、私もリスナーとしてもあのそのクックパッドライブ配信を見て楽しむこともありますし、出させていただいたこともあるんですが、料理ってさ、人が料理してるのって自分の親とかもしくは恋人ぐらいしか見ないじゃない。なかなかさお友達とかさ、それこそライバーが料理をしているところって見ないじゃん。でもね人が料理しているところって面白いんだよね、見るの。なんか乱切り一つとってもさ、あこの人の乱切りってこうなんだとか、あの何、玉ねぎのみじん切りの仕方一つも、あこの人みじん切りってこの順に包丁入れるんだとかさ、炒め方とかもさ全部さ個性が出るじゃない。だから好き、見てるのめちゃめちゃ楽しい。であとあそれこそさ、意外とこの人うまいんだねとか意外とこの人雑だなとかさ、そういうのも出るからね。このクックパッドっていうその料理のクックパッドのアプリではまたない別の、まあ、同系列ですけどクックパッドライブというアプリもありますので、そちらをねまだ知らないよという方はぜひ見ていただけると、私たちも DHE であのレギュラーの番組を持ってますのでぜひチェックしてください。それではこちらご紹介しましょう、ラジオネーム監督いつもありがとうございます。さよちゃん番組視聴中の皆さんこんにちは。さて本日のお題はおすすめアプリですね、ポコチャ以外ですね。私のスマホを見ると仕事柄一番多いのは銀行金融系アプリです。あのねここでね一回切れてその後別の話題が始まってるんですけど、次に多いのは出会い系とおピンク系ですあのさ次に進むの早すぎないあの金融系アプリについて語りたいって一切思わなかったみたいですね。一行で終わっちゃいましたね。また次に話が移るんですけど、さらに自撮り加工アプリも何種類かあるけど、最近のは女性化したり若返りしたり逆に数十年後の弱いを重ねたやつまであってすごいよね。なんかさドラえもんのタイムマシンに乗って過去や未来に行って自分を見るような感覚になるんよね。なので私のおすすめアプリは仕事の休憩時間とかにしれっと自撮りをして遊んでみるのも良きかなと思い、さよちゃんの心には響かないと思いますが自撮り加工アプリがおすすめですでもやはり今はさよちゃんの笑顔中毒なので画面からのけぞってお笑いしているさよちゃん見るとこちらも楽しく嬉しいですといただきましたいやこれさあの自撮り加工アプリっていろいろあるんですけどはっきり言ってしまいますが、このメールを送ってくださったラジオネーム監督さんは、53歳かっこ男性ですもういいのよ、いじらないでいいのよ、そのままが一番素敵なんだからさまあでもあのでもね実際ね見た目はめちゃめちゃ大切なので、 SNS をするにしてもそのアイコンは美しくあった方がいいと思うんですよ。だからあの若干ね、例えば肌色を明るくするとかそのシミとかが映らないように少し補正をかけるとかはいいと思うんですけど
ほっぺたをさ宇宙人みたいに細くしたりとかさ、お目目を大きくしたりとかさ、顔をさ縮めたりとかさ、もう背景が歪んじゃうぐらいの格好は、あれはね、あの非常に違和感があるので、自然が一番やで。そう、あの男性女性ともに自然が一番です。おお、そしてミスターおたのりさん、追加ありがとうございます。先ほどご紹介したエピックをダウンロードしてみました。ね、すごいですよね。私もエピックは使ったことないので、エピックというのは先ほどケイチさんがおすすめしてくださった、あの撮った写真の、まあ、加工編集なんですけど、人物っていうよりはその写っているものを消したりとかして SNS に上げやすくもなるっていう話のアプリですね。 この監督がおすすめしているアプリとは非常にかなりちょっと色合いが違いますねいやでもね、私思うのはこの自分の格好顔を結構頻繁に加工したりして、で自分でこのとどめずに誰かに見てもらいたいっていうのはやっぱね、自己愛の現れだと思うので、つまり簡単に言うと自分がね好きだっていうことだと思うのだからね、全然いいことだと思う。幸せなことよ監督。こちらラジオネームわっぺさんからも届いてます。私がおすすめするアプリは天気予報アプリです。天気予報のウェブサイトはいろいろあるし、アプリもいろいろありますよね。そこで本日ご紹介するのはウィンディというアプリです。名前から想像された方もいらっしゃると思います。そう、風や波に関して細かい情報を提供しています。私そういう情報はいらないという方も、もちろん普通の天気情報も提供しているのでご安心ください。雨や雲の動き、気圧配置図、衛星画像、PM2.5 の情報などなど、自分オリジナルの設定が可能。ライフスタイルに合わせてカスタマイズしてお使いいただけます。待って、通販番組になってきた。お使いいただけるらしい。あなたの生活をサポートしてくれる相棒になっています。さてお値段ですが、本日ご紹介したウィンディ、なんとダウンロードするだけ無料でお使いいただけるアプリです。ぜひ一度ダウンロードしてお試しください。あ、ラジオショッピングみたいになっちゃったって。いや私も今読みながら完全にそう思ったね。ウィンディだから、その風や波に関して特化して情報をお届けしているアプリではあるけれども、あの普通の、お天気情報も載ってるっていうことね。これはだからワッペちゃんみたいに釣りが好きな方とかには特におすすめのアプリっていうことか。そういうことか。ウィンディ初めて聞いた。ちなみにね、私が愛用しているあのお天気情報アプリはウェザーニュースです。ウェザーニュース、これが私のおすすめアプリかな。あの自分がと、住んでいる地域を、まあ、ピッと登録することによって、まあ、あの開けたらすぐにその1週間の、ね、天気情報が出てくるんですけど、ありがたいことに仕事で沖縄県外、まあ、東京にね主にあの定期的に行かせていただくこともあるので、気温差が心配だから、私はあの東京に行くときは必ずまず自分の地域を見る。例えば今週土日、沖縄県の最低気温は17度、最高気温は16度とな、最高気温20度。びっくりでしょこれ。県外から聞いてる方、最低気温17度、最高気温20度です。でこの土日の渋谷の天気を見てみましょう。渋谷と入れるだけで出てきます。渋谷の今週日曜日、30日はですね、最低気温1度、最高気温8度。だからね、10度以上違うんですよ。最低気温に関しては20度近く違うので、それによってこれを必ずチェックして、あの持っていく服装とか、あとあのこれぐらい寒いんだなっていうのを事前に予備知識として入れておくようにしています。そうなの木村様、寒暖差がねめちゃめちゃ大きいですから。あとこのウェザーニュースがいいところは、あのコラムみたいな感じで1日にね、いろんなね天気に関するあのおすすめ情報だったり、ちょっとした小ネタだったり、ここ最近注意した方がいい、例えば花粉症についてとか、そういうことも載っているので、私はあの別のラジオ番組、沖縄の、 あの FM 豊見のラジオ番組で天気情報についてもお伝えしてるんですけど、この今ねお届けしている番組と同じように、あの沖縄県外から聞いてくださってる方も多いので、そうやって全国の、情報をおすすめ、あのお伝えすることもあります。はい、そしてもう一つご紹介できるかな。
今日はねちょっと、エラーがありまして BGM がない状態でお伝えしています。ラジオネームタイプーさんから、今回のテーマですが、私にとってはラジオに関連したアプリをご紹介させてもらいます。ラジコは特に有名ですが、今のようなアプリがない頃、部屋の中を歩き回って感度のいい場所を探していたのが懐かしい思いになりますね。それ以上に私にとって衝撃だったのはリスラジとの出会い。特に小さなコミュニティラジオを扱っていて、訪れたことのない街のはずなのに、流れてくる音楽、聞こえてくるメッセージに、まるでその街にずっと住んでいたかのような感覚になります。何よりもお国言葉が耳に心地いいですね。全国放送のラジオとは一味違う空気感、パーソナリティ、そしてリスナー同士の距離が近いのも大好き、魅力です。このラジオとの出会いもリスラジ、これからもたくさんの人に出会えたら嬉しいですといただきました。トイブーさん、嬉しいメールありがとうございます。そうですね、この西洋レディオも、リスラジでもお聞きいただくことができます。皆さんもまだ、入れていない方はぜひリッスンラジオ、略してカタカナでラリルレロのリですね、リスラジで入れてみてください。例えばね、運転中でちょっと映像を見られないんだよねという方などは、そちらで音声だけ楽しんでいただいてもいいかなと思います。BGM なしでお送りしていますが、そろそろエンディングのお時間ですね。今日もたくさんのメールメッセージありがとうございました。それではここで今日のお刺さりメールの発表です。私 MC さよの心に刺さったお刺さりメール、これに選ばれたあなたは、こちら番組のオリジナルステッカーをプレゼントします。今日のお刺さりメールを送ってくださったあなたは、ドゥルルルドン、おかーんおかんに決定です。パチパチパチ。世界中を飛んでいる飛行機の現在地、そしてその飛行機の機体の様子、離発着の様子がを見ることができるフライトレーダー24というアプリをご紹介してくれたおっかんに決定です。ありがとうございます。パチパチ今日もね、楽しかったですね。やっぱり皆さんが日頃どういう暮らしをしていて、どういうことを考えていてっていうのが、実は他の人にとってはものすごく新鮮だったり、何かを変えるきっかけになったりするんじゃないかなと思っています。この番組はそういうリスナーさんも主役の番組になったらいいなと思っています。また来週は同じ DH に所属している人気ライバーのご紹介も織り交ぜつつ、この番組お届けできたらなと思っています。皆さんのお刺さりメール、お刺さりアプリは何だったでしょうか。ぜひそちらもね、またツイッターなどで教えてください。ありがとうございます。 DAG プレゼンツ西洋レディオ、この番組はライバー事務所 DAG の提供でお送りしました。ツイキャスちょっとご紹介します。来週も頑張ってメール送るぞと、ひでくんありがとうございます。さよさんも主役よ、こばちゃんありがとう。今日もたくさんね、ツイキャスの方にもご参加してくださってありがとうございました。さよさん生歌そっか、音源を流すのには許可がいるけど、生歌を歌う分には大丈夫なのかいびつな形した毎日を積むいで皆さん、私のオリジナル曲彩りの、リクエストありがとうございましたそれではまた来週お会いしましょう。水曜15時必ず会いに来てね。お待ちしてます。バイバーイバ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 ーイ。